何か。矢上探偵事務所さん。そうだけど。警備担当の益子と申します。事務次官よりしっかりお見送りするよう言いつかりました。一ノ瀬さんが。ねえ、見て分かんなかった？今帰るとこだったじゃん。恐れ入りますが、やはりお送りさせていただきます。見送りだけにしては頭数が多いな。ねえ、どこに連れてっき？いい加減答えなよ。この辺でいいか。益子さんだっけ。一ノ瀬は俺らをどうしろって。もう二度とここへ来る気が起きないようにしろって。何それ。ここの守衛はそんなの持ってていいのか。ダメに決まってんだろ。趣味だよ趣味。仕事には使える。うーん、今は仕事じゃないってことか。なあ、ただのお遊びだよ。だからたっぷり楽しませてもらおうか、探偵さんよ。振らなくていいよ。連中のおかげでかえって簡単に潜入できたね。ああ結果的にはな、事務次官のおかげだ。